二世ウィーク女王来訪のすぐ後にアフリカのザンビア共和国駐日大使の JBA 塩文治さんが表敬訪問に来られました。笹川会長は塩文治大使と両国の親善と発展を願って終始和やかな表情で会談を進めていかれました。